2008年度版となっております。まあ2007年軽くですけどおさらいさせていただきますが、まあ、あの靴業界の中でも飛躍的にまあ楽天さんに行ったりとか、通販番組に出たりとか、ちょっと違った ABC さんであったりとか変わったことにチャレンジして、それが形になってきた2007年があって、そして2008年にチャレンジしていくんですが、この1月からね、早速ですけれどもね、高本康夫なぜっていうのがあるんですよ。何あるか？ありますよ。靴業界なのに、靴業界の展示会に出ないと宣言しておるこの1月なんですけど、2008年これ何なん？何なん？反抗期？反抗期？33歳、ガキです、ガキって横に書いてますよ、自分で。これな、なんでやったかな個展もやってなかったんや、だからどうやって注文取ってたんかなと思うねんけど、もうその前話したかもしれないけど、1月、5月、10月か展示会が年3回あるスケジュールで地獄やったってやってたやん、もう展示会終わったら次の生産のラインに乗るような設計図作ったら思ったら次のデザインやるっていうのがもうちょっと疲弊してたのもあるし、そこまでやってあんな系のことされた、コピーばっかりされたっていうのもイライラしてたのもあるから、で別に俺が出えへんから言うて、誰にもダメージないんや。でもまあもちろんこんなと出んねんけどな、なんかちょっとその時は拗ねてたとかじゃないし反抗心とかでもなくて、なんか出る意味を感じてない、魅力がもうだから今そこに別に、だからすごくね力分散されてるんですよ、この2008年見ていくとね、社員さんは10名、まあまあね、デパートさん3名でございますが、ただ、まあ、4.5 億円にはいかないんですけれども、まあ、その前は売上4億いったんじゃないって言ってるんですけど、ここでねちなみに永州さんが7億、そう負けとるが、いやーなんかね、エニマガメさん、永州さんはやっぱりこうほんまに嗅覚あるから、やっぱこう海外製のブーツとか不要でバカーン打ったりとか、なんかそういうのを繰り返してて、永州さんにやっぱり先輩やけど経営者同士って売り上げ引くんってなんかちょっとなんか嫌な時ある、なんか情けないんだよね、永州さんって7億ぐらいやで、うわーって思って、でこの時の俺の心境はっきり覚えてるのが、俺には7億無理って思って、すごいな、7億、7億なんて俺のうちのやり方って絶対売り上げいけへんって、7億いったとかもないし、うわすげえなーって、ででも4億5000万になったから言うて別にめっちゃ利益出てるわけでもない、生活は楽になってないよ、だから7億ってやったらどんな世界待ってんねやろなとか思ってた。だって俺なんかアホやから4億5000万って書いてるから、もうローン時刻から逃れてんちゃうんですよ。いややっぱ全然、やっぱ結局そこの作るって仕入れとかするやん、でまあ職人さんの支払いとか、まあ少なくてもねスタッフがこれだけの人数いてるんやったらやっぱりお金の支払いも出てくるし、まあでもね、この2月にね、カニ旅行、ここが僕が聞きたかったとこなんですけど、これは真田さんも周りも興味あるんちゃいますか、羽根ちゃん、BPJ って書いてるんですけど、羽根ちゃん、これ BPJ で、K さんと M さんもその同行って書いてるんですけど、この BPJ って何なんですか。これね、今タイちゃんがそこるから言いづらいんですよ。下ネタなんですよ、完全な下ネタです。タイちゃんが今ストックに商品を取りに来てんだけど、この時羽ちゃんまだアルバイトのはずやね、正社員になってなくて、まだなってないね、なってなくて、で事前に羽ちゃんは正社員になってくれへんかなみたいな大ちゃんも喋ってて、でも羽ちゃんは趣味があるとかサーフィンやってるとかギターやってるから正社員になってくれへんかなってちょっと思っててね、でもみんなで滋賀の琵琶湖のほとりにある旅館とってそこ行って、で露天風呂あるやんか、だからこう露天風呂で俺たちはこう使ってんねん、で羽ちゃんと初めて風呂入るわけ、で羽ちゃんがこう例えばこう入ってきたらこうやんねんよ裸で、ごっついねん、ごっつかってん、でなんかそのなんかこう壊してくるならこうオイラが見えるわ、あえてこうでそんなキャラがちゃうで、なんかヘラクレスみたいな体してるじゃん、あいつ。で、まあ、BPJ はビッグ事件っていう。あ、そっち。ここはもう。そっち。ビッグ事件っていうことが当時。よう残したな、この記録に。いや、もう感動して、で、なんていうの、形がいいね。すごい、ご立派だよね。もう、ご立派やな、羽ちゃん、みたいな。ことを、なるほど、まあでもこういうのって伝説になっていくもんね、そうそうそう、よかったよ、なんか横山ノック先生も戦争でめちゃめちゃすごかった、あれやろ、こう熱いお茶があるじゃん、こうやりはんねやろ
せんといて隣のおっさんがネットを流したら熱っと言って下に一物がついてもらえるからな、あげんねん、肩にかけんねんやろ。いやこれは羽根ちゃんのこれ会社として大事なねキャラクターなんで、うん、あのよかったら皆さんぜひお風呂に羽根ちゃんと入ってもらうことで形を堪能してもらえたらなって。まあでもこれは笑い飯とか好きですね、チンポジ事件じゃないけど。そうやな、ああいうのはポジショニングがねやっぱね、うん、中西正雄さんとかな、正雄ちゃんもポジションするそう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 、あれがね、なるほどね、バランスがいいんですね、うん、でここで羽根ちゃんに終わってから、うん、あの羽根ちゃんちょっと読んで、羽根ちゃんごめんって、お前もしよかったら正社員になってくれへんかって言って、で何て書いたら、この前手でなんか2時ぐらいまで仕事してるの、夜中の。羽根ちゃんネットの出荷で終われへんじゃん、あいつ もうとにかくやりだしたらもう最後まで完璧までやりたいから帰ってくれへんのよ。実家やもんね。で K さんも残されて一緒に、うん、手伝ってるし、羽根ちゃんももうそういう責任感以上にあるからね。これなんか今なんか時代やったらアウトやろ、今やったら完全にアウト。でもう家族経営というのはバカんのよ、老基礎が書き込まれたり、あいつもずっとやるから、で残業代とか見たらさ、バイトやから働かれたらずっと、まあ、変な話で正社員やったら何時間でも働ける時代やん、うん、でアルバイトやからそれやったらもう正社員になってもらった方がええわ思って、でまあ真面目やし、うん、出荷も淡々と自分の仕事はやり遂げるから、じゃあ正社員になってくれへんかみたいな。すごいな羽根ちゃん。で羽根ちゃんには正社員になってもらったっていう感じ。はあ、30、まあ、年齢ではこれ33歳になる、どうして32歳でうちの正社員になって、まあ、彼新卒やからね。あ、そうなんや。正社員って働いたことがなかったんで、羽根ちゃん、羽根ちゃん、うん、なのでまあそんな時代やったな。まあでもだんだんこう社員さんが増えていく中で、この頃一方で、ね、春の季節ですか、うん、この選手会さん、うん、R22、R95、アクアサボとかを売るって書いてるんですけれども、ここをちょっとお聞きしたいんですが、うん、ね、バイヤーさんがね、えらい俺のこと聞いて、もうあの選手会さんは小菅っていう問屋さんを通して、うん、はいはい、シューズミニッシュ小菅選手会さんで入ってたけど、バイヤーさんがえらい気に入ってくれて、いろんな商品の採用をしてくれて、すごいね。で、まあ、当時選手会さんに掲載されるって、選手会さんって写真とか記念日とか貼るし、住まいと雑貨とか載ったらめちゃくちゃ注文入るっていうので、はい、いい女優さんがまた宣伝してたりするんですよ、役者さんとかが。そうそう、ほんまによかったな、おしゃれな白の服着てね、こんな私はこれをやってるんですみたいな。そうそう、うんうん、あれはよかったね。いいよね、ここって採用。ただこの時がまだノウハウがあんまりなくて、コンフォートシューズでリケッタのパンプスの初めてが R95 って品牌、うん、はい、これは覚えてんねんけど、足入れがめっちゃ悪かった、履き心地が。おあ、ほんまにこれ悪かって、で、実際ね、試し履きとか今やってやってんねんけど、俺と計算上いけるわって言ったら履き心地がめちゃくちゃ悪かって。これって店舗が世の中にはリゲッタさんの店舗はない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 。ということは買ったらその人どこで伝えるって言ったらもう紙通販の文字でしか無理やん。すごい時代やな。で、まあ、例えば俺が 23.0 ですって言って出してるやつに対して、表情も 23.0 とかって言うと、実際履き心地は 22.5 の人しか測れへんみたいなやつを作ってしまって、うん、ごっつ迷惑かけて、もう何回もバイヤーのとこ足運んで謝った、すいませんって。通販ってなそんなんじゃないんや。返品率が高かったら評価下がるのよ。怖で、返品率交換率とかが 25% とか超えてたから、あれは迷惑かけたなって思う。それでもお付き合いこういろいろ、いやまあちょっとね、この後いろいろね、あったんよ。まあでもただこの時期に、うん、なんかそのレインブーツがバカ売れとかっていうのをこれは加えて見ているっていうのが2009年に多分この両方とも話出てくるねんな、うん、選手会さんもこのレインブーツもマリナさんっていう靴の問屋さんが、うん、楽天でレインシューズバカ売れやってる。それ指加えてこう見てる。で、まあ、まあその売れてるっていうのを気づいた時点ではもう間に合えへん。ああそうやね、もうそうやね、売れてる今から仕入れなんかできへんから、でこれ翌年までメモっと、翌年思いっきり売ったろうみたいな感じで虎視眈々と睨んでたって。これだから家賃展示会これ出てなかったけど、うん、他の人の動向、この永州さんとこのとかもそうやけど、うん、いろんなところの情報を集めに行ってるよねこの年って、うん、売れるものはこれはね買われへんわ、今も売れるものは一生考えてる。どうやって売れるか、うん、どんな今作ったら売れるかとか、どの世代にとか、それは今も多分全く苦になれへん。企画って俺言うてんのはなんか今の時代にこんなん作ったら売れんちゃうとか考えた時ワクワクする。もちろん最後まで作り上げるのが嫌いってだけで、そのアイデア考えるのが好きかな。だってこれさ、うん、
ファンケルとか名前がもういかついねんけど、うん、ファンケル の, あのリゲットパーティーな、リゲットパーティーが売れまくるとかな、もうファンケルリゲットなんやねんって俺は思った。ファンケルの通販が今あんのかな、今は多分ね、それやった会社さんって入れ替わったりとかやるかもしれない。あのファンケルでしょ、ファンケル、まあ、これぐらいの冊子で、あのめっちゃバイヤーさんもちろんこと好きやって、うん、でこれはまあね、田町にある、東京の田町の問屋さんと一緒にやってたけど、もうリゲッタパーティーって名前つけてくれて、あのその商品がバッカ売れやねん。出したらやっぱり信頼度の厚いカタログやから、載せるとファンケルファンの人にめっちゃマッチして売れんねんけど、品質が異常にきついねん、品質の考え方、うん、で例えば1万足のオーダー来ました、1万足納品しますって言ったら5000足返品返ってくるね、まず警報センターで怖い怖い、うん、で5000足をもう一回会社手で気になってるとこ直しにするのよ、うん、で直してもう一回5000足出荷するやんか、でまた2500足返ってくるのよ、で2500足を検品して送ったらまた1250足返ってくるっていう、いや検品技術は異常やって、でまあもちろんそっからは俺だから品質管理の立場として、この気泡とか穴とかは許してくださいとか、ミシン目のこれは許してくださいみたいな検品基準書とか全部作って送るみたいな、ポンチ穴って穴あるやん、ポンって開けた穴の縁が 0.5 ミリ欠けてるだけでもアウトとか、もうねもうゾッとするぐらい品質管理がすごい徹底されてる、徹底されてて、でもうこれもファンケルさんとか通販ずっと続くねんけど、うん、何年かと一緒に途中で1万足注文入ったら1万5000足作っとけへんとあかんみたいな、どうせ帰ってくるから、こんなんで初めての経験、初めての経験、もうだって通販業界さんにエントリーしたけど、通販業界さんのルールが全く分かってない、靴業界さんのいいとこも分かってて、うん、買ったら完全買い取りやし、品質もそんなうるさくないって、そうやな、その代わり先買いするけど何パーセントがどうのこうのがあったりするけど、あったりいろいろあるけど、ただうまいことできてるね、そう、こっち行けばこっちはこっちで、そう、だからこれやん、この選手会さんで採用決まってたけど、うん、あの言うたらこの後商品がどっちゃり返ってくるって、うん、うちの会社どっちゃり返ってくるって、うん、でこれはあの俺もそんな知らんかったね、うん、靴業界って納品かけたらセールで潰してくれんねん、最後季節終わってるけど、うん、通販業界っていうのはやっぱり基本戻りっていうのがあるね、でその戻りを連絡なしにあのその仲介してる問屋さんが返ってきたね、だから俺らからしたら送った商品何返してきてんねんが常識やん、うん、でも通販業界それは当たり前やって、で俺一応松田さんに電話して東京って思って大井町で会うって書いてある、ね、これ松田さんめっちゃ帰ってきてますけど怒ったら、ね、びっくりして話せば分かりますって言われて、これ大井町って言う気でやりましょうみたいな、で大井町で話せば分かりますってずっと言ってて、もうなんか話長いからもうええわって2時間ぐらい一人で喋ってあって喋ってのそっちやねん、話せば分かるって言ってもうまあええわみたいな、それ松田さん分かってられたら笑うと思う、おもろいな、でも、うん、そうそう、当時楽天にめっちゃ力入れてて、メルマガは毎日送った方がいいっていうのを楽天の担当コンサルタントが言うとってな、うん、で当時メルマガなんか月に1回送るか送らんかみたいな、でもその担当 の, あのコンサルタントが言うこと全部聞いてみようと思って、これでもさ楽天さんね、楽天さんの言うこと今まさに言うてること全部聞いてやるっていう、うん、いかの全部聞いてみようと思ったの、これは、うん、なんかな、今年そうそう、だってそれも俺絶対大事にしてるのが、新しい業態行くんやったら入場料払えへんとあかんと思って、知ってる業界って払わんでいいけど、うん、だからあの通販業界って言われるところにしても、そういう楽天とかの自分らでやるインターネットの販売にしたかって、まずどんな味するかをお金払って入れへんとあかんという感覚ある、うんうん、だからあのちょっとこうしつまむんじゃなくて、うん、ちゃんと結構入り込んで、うんうん、痛い目合えへんと覚えられへんと思うんで、で今までのこのねコンサルタント楽天のね、楽天からうちの担当、うん、店の担当してくれるコンサルタントのこと全部聞くっていうのはナンセンスやなって思うねんけど、うん、いっぺん今度はお前が言ったとおりも全部やったるからなみたいな、広告買いまくるって言うて、1000万売り上げしたかったら100万かけてください、全部やったんや、うん、あかんねんけど、あのこれで広告の難しさも分かったかな、いっぺん買うたらやめられへんあるっていう、あいっぺん買うたらやめられへん、どんないい商品でも広告っていうのを使って知ってもらえへんと買ってもらわれへん、これって今の世の中の YouTuber にみんななってるのも一緒や、それと思う、どんなに価値があるものでも伝えなければないのと一緒、思ってしまったら、もうなんかだからさ、この店はまだ視認性高いけど、今のうちの南千葉店なんてお客さん外誰も歩いてないやん、コロナの影響で、もし今日1日1円で売ってても誰もお客さん来てへんね、宣伝しなかったら、1円で売ってますよったら多分人めっちゃ集まるけど、それすら宣伝しなかったら集まれへんや、
まあ、そういうのも全部これで学んだし、うん、広告打つからにはもう来た瞬間の初見の人が全員買うようなもん置いとけへんと、うん、ただ知ってもらうとか企業名覚えてもらうだけじゃなくて、もう絶対広告に合わせて商品用意しとけへんと無駄な広告なの。これもまた無駄な広告やねんけど、若手で先行投資もしてるわけやんか、入場料という、うん、だから新規の人絶対買ってくれるっていうようにしとけへんとかとかを考えると、広告費以上にも金かかんねんなとかもここで学んでいくわけ。そっか、うん、そういうことよね。そう、もう担当の方に死んだ父に似ていると言われるなんかね、うん、俺これまだ33歳、33歳、25ぐらいの担当様にてこういろいろ喋って、じゃあ君の言った通りやるわな、うん、分かった、いっぺんやってみるって言って、で玄関で帰るときにその子がこう出ていくときにこうドア持ったり開けようとしたの、カチャカチャのドア開けようとしたのにこう振り返って、高本さんって僕の死んだ親父に似てますって言って帰ってて気持ち悪いよ、本当に33円。リゲッタ放送局、チャンネル登録してね、いいねの評価もよろしくね、イエーイ。アイドヤーマン、今のこの世の中、暗い方から明るい方へとゆっくりゆっくりで円で歩いていきましょう。リゲッタ安男からのメッセージ。